相鉄バス株式会社は、神奈川県横浜市西区に宿日本社を置く、相鉄グループのバス会社である。相模鉄道沿線の横浜市内及び、神奈川県を地域県ーブで、路線バス、中距離高速バスなどを運行する。相鉄ホールディングスの完全子会社。 相模鉄道が直営で行ってきたバス事業を分社化し、運営の効率化と収益改善を図るために設立された。本校では、相模鉄道及び相鉄ホールディングスのバス部門など、相鉄バスの起源となった組織、事業についても記述する。主な運行エリアは、相模鉄道沿線の横浜市、神奈川県を地域を基盤とする。かつては、 横浜駅西口和田町二股川駅北口、二股川駅北口桜木町駅、県庁前、二股川駅北口から本厚木駅などの長距離、系統もあったが、1980年代から2000年代にかけて、不採算路線の大部分が整理され廃止された。この結果、1996年の再編時に、本厚木駅乗り入れ路線が消滅して、 厚木市内には路線を持たなくなった。現行路線は、鉄道駅同士を結ぶ路線、各駅と住宅街を結ぶ路線が多くを占める。また複数営業所が共感する路線はなくなり、一つの、系統は、すべて同一の営業所が単独運行している。他社には見られない特徴として、以下のものがある。相模鉄道自動車部が1950年に、 バス事業を再開し、二股川営業所を開設して、以来、営業所の場所や、名称も変遷を遂げている。過去の営業所と、現行営業所の関係は、以下の通り。二股川営業所一般路線を朝日へ移管後、横浜営業所へ東郷山と営業所綾瀬、営業所へ、伊手に横浜営業所西横浜営業所横浜。 営業所へ移転三津沢営業所貸仕切りバスを、二股川へ移管後、横浜営業所へ統合ほどがや営業所朝日、営業所へ移転川崎営業所、東京営業所廃止2012年7月以降は、以下の3つの営業所を持つ。各営業所の担当路線の詳細については、現行路線を参照。バス事業の分社化により、 2001年に、相鉄バス株式会社が設立されるまでは、相模鉄道のバス事業は、電鉄直営であった。また現在の相模鉄道は、戦時統合の時期に大東急への合流を経て、現在の JR 相模線にあたる路線を開通させた、戦時買収施設の相模鉄道が、現在の相鉄本線にあたる路線を運行していた、神中鉄道を合併することにより成立した。 企業である。そのため、合併前の相模鉄道と、陣中鉄道、合併後の相模鉄道の歴史から、バス事業に関連する部分を抜粋してまとめる。陣中鉄道は、星川停車場開業に伴い、自社路線と、商船横浜駅の鉄道未成区間を連絡輸送するため、1926年より、星川停車場横浜駅間で、 乗り合いバス事業を行った。その後、1929年の西横浜停車場の開業により、乗り合いバス事業は短期間で中止された。こうした自社鉄道路線の未成区間の暫定輸送として、乗り合いバス事業を行った形態は、1913年4月15日に、京王線の未成区間で暫定的に乗り合いバスを運行した、京王電気軌道に類似する。 しかし、京王電機軌道が間もなく、沿線地域の中小事業者を買収して、乗り合いバス事業を再開したのとは対照的に、神中鉄道のバス事業は、戦後に相模鉄道となってから復活するまで再開されることはなかった。その一方で、現在の JR 相模線にあたる路線を開通させた相模鉄道は、 自社沿線の上水厚木間の乗り合いバス路線を愛好自動車商会から譲り受けし、相模原地区にて乗り合いバス事業も行っていた。しかしその後に大東急入りしたため、戦時中に相模線沿線のバス路線を東海道乗り合い自動車に譲渡し、バス事業から撤退した。また戦時中に相模鉄道は神中鉄道を九州合併したものの、 逆に自らが開通させた相模線部分を国に戦時買収されるなど、右予曲折を経て、鉄道路線は、神中鉄道由来の部分だけが残ることとなった。神中鉄道を合併した相模鉄道は、1945年の太平洋戦争終戦後に大東急を離脱し、他の電鉄系グループに属さない、独立系の鉄道会社となった。 終戦後まもない1949年には乗り合いバス事業を再開し、相鉄本線沿線の横浜市内を中心にゼロからスタートした。翌1950年には最初のバス営業所となる二股川営業所を新設し、二股川ほどがや間で乗り合いバス事業を開始した。1952年には貸切バス事業を開始し、 二俣川営業所に貸切バス営業所を開設している。戦後の復興とともに貸切バス事業は発展し、東京営業所を開設して都内に営業拠点を広げた。乗り合いバスの路線も営業所を置いた二俣川を拠点に横浜駅方面などへ次々と開業し、相鉄沿線にバス路線網を築いていく。これに伴い、1957年には、 乗り合いバス三ツ沢営業所を新設。1959年には、二股川営業所の車庫として設置した相模、大塚車庫を大和営業所に昇格させ、乗り合いバス、観光バスの営業所とした。1960年代の高度経済成長期には、相鉄沿線は、東京都心や横浜中心部のベッドタウンとして大きく発展した。この時期に、 横浜市をはじめ神奈川県内では、急激な人口の増加に対応して、大規模団地の建設が進み、相模鉄道も、住宅団地を造成、分譲して、都市開発を進めた。これに伴い、鉄道駅と団地などの住宅地を結ぶ、バス路線が多く開設され、乗り合いバスでは、ほどがや営業所、綾瀬営業所が新設された。 また経済成長の波に乗って観光バス事業も伸び、観光バス営業所や観光案内所も新設されている。1970年代に入ると、鉄道に比べて早く終わる、最終バスの時刻延長を望む声に対し、深夜バスの運行が開始された。また、乗り合いバスの塗色区が、デザインが複雑で、塗装工程が多く、 なおかつ退職が早く維持費がかさむなどの欠点があったため、経費削減とイメージアップを図るべく、アイボリーホワイト地に2色の緑の帯の新しいデザインを採用した。その他、高校進学率が高まるにつれて、中卒者を採用していたバス車掌の採用者数も少なくなっていたため、車掌を廃止し、誘導員を転乗させ必要に応じて誘導する形となった。 1960年代から1970年代にかけては、相模鉄道が主導する形で、横浜駅西口の開発が進められ、1962年には、駅ビル、横浜ステーションビル、1964年には、ダイヤモンド地下街、1978年には、総鉄、ジョイナスが、全館開業した。横浜駅西口の開発事業に伴い、 相模鉄道の本社も新しく建設された相鉄ビルへ移転した。また1976年には相鉄泉谷線が開業し、相模鉄道にとっては大きな出来事となった。バス事業においても、同1976年に東北、新潟方面へ帰郷バスを運行開始し、後の高速バス事業参入への端緒となった。 戦後のバス事業再開後、相模鉄道直営のバス部門として、半世紀余り事業を継続してきたが、経営効率化のために、貸し切りバス事業を1997年、相模鉄道の子会社である、相鉄自動車へ譲渡した。2001年に、相模鉄道の分離子会社として、相鉄バス株式会社が設立され、一部路線が譲渡された。他の路線は、 相模鉄道の車内カンパニー、自動車カンパニーの管轄として残り、後年、相模鉄道が持ち株会社化して、相鉄ホールディングスになった際にも変化がなかったが、2010年に残るすべての路線が、相鉄ホールディングスから、相鉄バスに譲渡された。 創業から終戦まで戦後から1950年代、1960年代、1970年代、1980年代、1990年代、2000年代、2010年代以降、一般路線バスの運賃支払い方法は、あやせ営業所担当路線の一部が後払いで、5払い方式の系統では、LED 式方向幕に、5払いを表示している。払い路線は、 前乗り前折り方式となっている。それ以外の路線は先払いとなっている。なおすべての営業所で行き先によって運賃が異なる路線があり、該当路線では先払いの時に乗務員に行き先を告げる必要がある。回数券が発売されている1日乗車券は発売されていない。支払いは現金のほか、交通系、IC カードパスも s u と交通系。 IC カード全国総互利用サービス対応カードが利用でき、一般路線はパスもスイカのバス利用特典サービスの対象である。IC 運賃が設定されており、交通系 IC カード乗車券と現金では運賃が異なり、IC カードでの支払いは1円単位で差し引かれる。高速バスでは交通系 IC カードを利用できない。また、 総鉄ホールディングスの株主優待乗車券も利用できる。ただし株主優待乗車券では高速バス、深夜急行バスを利用できない。以下のような定期券や割引制度がある。2014年4月1日から発売を開始した金額式定期券。大人特特定期、学生特特定期、子供特特定期の3種類があり。 有効期間は1ヶ月と3ヶ月の2種類。大人特特定期では、記名式の他に持参認識の選択が可能。大人特特定期、学生特特定期は、片道運賃額180円から360円まで設定があり、懸面に、記載の片道運賃額以内であれば、どの区間でも乗車でき、片道運賃額を超える区間を利用の場合はその、 差額の生産のみで利用できる。片道運賃額360円の特特定期を購入した場合、総鉄バス全線定期券として、すべての一般路線で利用可能となる。子供特特定期は、片道運賃にかかわらず、一律料金での発売で、同じく一般路線全線で利用可能。深夜バスは本券を提示の上、深夜運賃の半額が別途必要。 ただし電車線、横浜駅、海老名駅間の深夜急行バスと、各高速バス、海老名市、綾瀬市、コミュニティバス、初詣輸送などの特別便には適用されない。発売は、総鉄バス営業所、案内所及び総鉄線の主要駅で行っており、大人特特定期の持参認識は、営業所及び案内所のみ発売。2018年3月18日から発売を、 開始した IC 型金額式定期券。IC 大人特特定期、IC 学生特特定期、IC 子供特特定期の3種類があり、有効期間は1ヶ月、3ヶ月及び6ヶ月の3種類。記名式のみで持参認識はない。総鉄バス定期券情報を、交通系、IC カードに記録する形で販売するもので、鉄道線の IC 定期券と一体とできる代わりに、 県面には、バスの定期券情報は記載されない。このため、定期券購入時に発行される IC 定期券内容控えを一緒に携帯する必要がある。利用方法や発売箇所は、特特定期と同じだが、片道運賃額を超える区間を利用した時の差額や、深夜バス利用時の深夜運賃の半額分は IC カードに必要残額があれば、 IC 運賃で1円単位で自動的に引き落とされる。なお2020年3月18日よりすべての券種について相鉄線全駅の自動券売機でも購入が可能となった。相鉄バスと神奈川中央交通が共同運行する116系統で利用可能な共通定期券。発行会社に関わらず両者のバスに乗車できる。 特特定期とは異なりた系統では利用できない。深夜バスでの取り扱いや発売箇所は特特定期と同様。その他の共通定期券発行区間では総鉄バスでの発売は行っていない。その他の系統の区間式定期券は2014年3月31日をもって発売を終了し、その後は特特定期での発売となる。 65歳以上の人が、相鉄バスの路線バスを使うときに一乗車100円で乗車できる、会員証。3000円券と5000円券の2種類があり、校舎の方が有効期間が長い。ただし、電車線、横浜駅、海老名駅間の深夜急行バスと、各高速バス、海老名市、綾瀬市、コミュニティバスには適用されない。神奈川中央交通の、 かなちゃん手形に類似した制度で、神奈川県では、経路パスを発行していないことから設定されている。総鉄バスの通勤定期券を持つ利用者を対象とし、土日祝日、お盆休みと年末年始にその家族、親族が同伴でバスを利用する場合に同伴者の、運賃を一乗車100円とする制度。また、通勤定期券所持者が、 定期券の額面表示以外の区間を乗車する場合にも適用される。なお、深夜バスは2倍の運賃で利用できる。ただし、大人特特定期の本人分、電車線の定期券、通学定期券や微笑み会員証は対象外で、横浜海老名間の深夜急行バス、各高速バスと海老名市、綾瀬市、コミュニティバス、初詣輸送などの特別便にも適用されない。 横浜駅、星川駅、和田町駅、上星川駅、鶴ヶ峰駅、二股川駅、ほどがや駅から、おおむね 2km のバス停まで、総鉄バス全路線で、有効の定期券。いずれも片道運賃は、横浜市内均一運賃220円だが、特特定期の220円区間券と比べて、割安となっている。深夜バスでの取扱いや、発売箇所は、 特特定期と同様、すでに発売を終了している。2013年4月15日より、路線変更した浜4系統と朝日4、系統桜木町駅方面間をまたぐ利用に関して、新設された制度。横浜駅、西口方面から、乗車時に運転士に申し出ると車内で、乗り継ぎ券が発行され、保土ヶ谷駅東口まで乗車した後、 朝日4系統の桜木町駅行きに乗車する際に、運賃箱に乗り継ぎ券を入れるようになっている。また、桜木町駅横浜駅西口間の逆ルートでも、乗り継ぎ券は発行される。ただし朝日4系統の美立京ほどがや駅、東口横浜駅西口間は、乗り継ぎ券の利用が不可となっている。担当営業所ごとに、系統番号順、方面別で記述する。 各路線とも、担当営業所の略号数字の組み合わせによる、系統番号を付与。横浜車庫に入る路線は二つ存在し、一つは峰、沢団地前方面は13系統、20系統で、二つは、片倉町入口方面は、浜7系統、11系統である。それ以外の路線は、横浜車庫を通過する。なお、峰沢団地前のバス停は、 横浜駅、西口方面より離れた場所に設置している。浜市系統浜市系統は、横浜駅西口から三ツ沢総合グランド入り口、羽沢団地前、西姿団地を経由して、小津区駅へ向かう路線。東泉寺前までは、横浜市営バスとの共通定期券取扱区間で、ある。西姿団地停留所は、 横浜市営バスの同名停留所とは別位置の姿。小学校近くにあり、折り返し場がある。両バス停間の距離は、徒歩で、約10分程度ある。平日と土曜日ダイヤのみ、横浜駅西口から、東泉寺前引く西姿団地小机駅間の、便が運行される。2014年7月7日、ダイヤ改正から、横浜駅西口から、 小津駅から延伸され、新横浜駅まで運行開始された。横浜駅から三沢グランド、羽沢団地前、西姿団地、小津駅を経由して、新横浜駅へ向かう路線となった。小津駅では、新横浜駅木の実駅ロータリーには入らない。新横浜駅では2番乗り場から発車する。 浜4系統横浜駅西口第二乗り場から発車し、京愛道路を走行して、サンモール西横浜、元久保町地区を経由する。2013年4月15日のダイヤ改正及び、路線変更で、元久保町から岩井町、岩井町坂上、ほどがや橋を経由して、ほどがや駅東口に向かうルートに変更。京愛区間を走行するため中型車を使用。 浜郷系統横浜駅西口から三沢西町まで北上した後、岡沢町から交通裁判所を経由し、宮田町まで京愛道路を走行。楠木町を経由で横浜駅西口に戻る循環路線。鶴谷町三丁目停留所は平日のみ経由し、土曜と休日は同停留所を経由せずに横浜駅西口第二バスターミナルに到着する。 三沢西町始発便や夜間には、幸福寺泊まり便が運行されている。共愛区間を走行するため中型車を使用。平日のみ、横浜駅西口交通裁判所、幸福寺の経路で深夜バスが運行されているが、通常便とは異なり、31番乗り場から発車する。浜7系統横浜駅西口発着路線の、出入庫路線。大型車。 中型車ともに重東。日発三沢球技場での試合開催日は、開催時間に合わせて、臨時便を増発する。横浜駅西口、片倉町入口間は浜1.13系統と、同じルートで運行している。片倉町入口のバス停を出て、すぐに左折し、横浜車庫へと向かう。浜10系統横浜市へ、バス201.329系統とともに、 横浜国立大学の敷地内に入る路線で平日のみ運行される。一方、循環路線にあたり大学校内では往復通過経路もある。オープンキャンパスなど横浜国立大学でイベントが開催される際に臨時の直行バスを運行する場合がある。その際には通常使用される浜中系統の行き先表示ではなく専用の行き先表示が使用される。 浜11系統横浜駅西口から三沢総合グランド入り口を経由して釜台住宅第3上、星川駅に至る路線で上、星川駅発着便は釜台経由と案内される。日中時間帯は1時間に3から4本の運行でうち2本が釜台住宅第3で折り返す。運行本数は浜5系統と同じく比較的多い平日最終便は 横浜駅西口から鎌台住宅第3、時は園入口から上、星川駅の深夜バスもある。また、鎌台、上、星川方面から横浜西口に向かうバスは2020年10月19日より、ほどがや中央病院の正面玄関を経由するようになった。一部便は横浜車庫鎌台住宅第1条星川駅の運行となっている。 浜13系統横浜駅西口から、三ツ沢総合グランド入り口を経由して三枚町まで、北上してから羽沢、七里関、川島住宅を経由して上、星川駅に至る路線。横浜駅西口と上、星川駅を結ぶ系統は浜13系統以外に、浜11系統があるが、前車は、三ツ沢グラウンド、羽沢経由、後車は、鎌台経由と案内される。 横浜駅西口三沢総合グランド入り口、片倉町入り口間は、浜7系統と同じ経路を運行する。一部便は、横浜車庫、羽沢大城星川駅の運行となっている。浜 16, 浜19系統浜 16, 浜19系統は、和田町駅方面から西谷城水上、市沢町を経て、西原住宅、鶴ヶ峰駅。 新桜が丘団地へ至る路線。一時期は、二股川営業所が担当していたが、同営業所の廃止により再び、横浜営業所に移管された路線である。浜16系統は、横浜駅西口第二バスターミナルを起点に、鶴谷町3丁目、河福寺、和田町駅、市沢町を経て、西原住宅に至る路線。坂本町までは、 相鉄線と、ほぼ並走している。主力となるのは、和田町駅西原住宅間で、日中を中心に、毎時一本の横浜駅西口発着便が加わる。また、平日日中は、朝日区役所アクセス路線として、和田町駅から、鶴ヶ峰駅南口及び、鶴ヶ峰駅、バスターミナルへも運行しており、市沢町鶴ヶ峰駅は朝日市系統と、 並行して運行している。2017年の横浜駅、西口バスターミナル再編に伴い、横浜駅西口の乗り場が、第2バス乗り場から第3バス乗り場に変更された。浜19系統は、全便和田町駅発着で、一沢町まで、浜16系統と同じルートで運行した後、新桜川丘団地に至る路線。 平日と土曜は深夜バスも運行している。浜20系統2012年11月26日ダイヤ改正で新設された。毎日一往復のみの運行であるが、川島住宅間に市沢下町間は、新規に路線免許を取得した区間で、この系統が唯一の路線バスである。浜17、浜18系統、浜17.18系統は、 東戸塚駅西口とほどがやく中西部を結ぶ系統である。他系統同様に大型路線車での運行だが、途中で有料道路の横浜振動を走行するのが特徴である。なお道路運送車両の保安基準第55条の特任を受けて、制限速度実速 70km に対して実速 60km 以下で走行するため、立席でも乗車可能である。 元々は、横浜駅西口、岡沢町歌舞伎台戸塚駅と、横浜駅西口、岡沢町品野町、川上団地の系統である。1980年10月1日に、東戸塚駅が開業したことで、横浜駅戸塚駅の総鉄便は、東戸塚駅発着に、区間短縮された。東戸塚駅開業当初は、 西口駅前広場及びアクセス道路が未完成だったため、川上北小学校経由で東口に発着した。しかし当時の横浜新道は片側に車線な上、ほどがやトンネルを起因とする渋滞が慢性的に発生し、横浜駅西口発着便の定時性は低かった。加えて、環状2号線等の道路整備が未完成であったため、 特に朝夕ラッシュ時は、一般道の渋滞も激しく、今井、富士塚、新桜川丘、宝泉地域から保土ヶ谷、二股川、和田町の各駅へ60分近くかかることも珍しく、なかった。そうした中で統計棟は、十数分で、東戸塚駅へ、アクセスできること、最渋滞区間から外れており、なおかつラッシュ渋滞と逆方向であり、定時性が高いことで、 利用率が高かった。旺盛な需要に応える形で、ソニー研究所前引く東都塚駅で設けられた、区間便が元である。折り返しは、当時、新ほどがやインターチェンジ棒にあった、ソニー中央研究所の校内道路を用いた。1995年の富士塚インターチェンジ開設に、伴い、ソニー研究所前での折り返しができなくなったため、5月8日から、 同時期に、横浜新道の藤塚 IC 星川入口に沿って、新設された速道を通って折り返す形となり、変則的な循環系統となった。1999年4月5日、相鉄バスの大規模な系統開廃に伴い、横浜駅西口及び、川上団地発着便を廃止、続いて2003年3月28日、 神奈中東11系統も東令後系統とともに廃止された神奈川中央交通、戸塚営業所、舞岡営業所も参照。2004年、ソニー中央研究所の廃止に伴いバス停名を藤塚町に改称。2016年2月8日より振動の経路を川上インターチェンジ藤塚 IC、星川入口から今インターチェンジ藤塚 IC、 星川入り口に横浜ゴルフ場下、品野町各停留所が振動場から速度場にそれぞれ変更する形で大半が朝日17系統へ置き換えられた。運行本数は1時間に3本程度で朝には富士塚町始発便が運行される。2016年7月4日よりダイヤはそのままに担当営業所が朝日営業所から 横浜営業所へと変更となったため、系統番号も朝日16浜18、朝日17浜17にそれぞれ変更された。浜18系統は、富士塚町発星川ランプ経由の東戸塚駅、西口駅と、東戸塚駅西口発星川ランプ止まりの二つがある。前者は、休日朝の始発便一本のみの運行、後者は夜間に数本の運行である。 浜18系統は、川上インターチェンジ富士塚 IC、星川入口間を、浜17系統は、今インターチェンジ富士塚 IC、星川入口間を振動で走行する。したがって、品野町と横浜ゴルフ場下は新道上と、一般速道上の2カ所があり、前車は浜18系統、後車は、朝広く、浜17系統が通る。なお、見橋、 星川ランプ間は、浜45系統と、並行している。浜45系統1996年8月26日より、新桜川丘、今井、宝泉地区からの要望に応える形で新設された。平日は、ほどがや駅西口発着便の割合が高く、土曜休日は、星川駅発着便の割合が高い。 かつては本系統も朝日4系統を名乗っていたが、2017年3月13日より、担当が朝日営業所から横浜営業所へ変更になり、系統番号は、独立する形で朝日4浜45に変更された。朝日23運転試験場循環朝日1、朝日2、朝日6系統二股川駅と、東戸塚駅から左近山形面に向かう。 系統群である。朝日一1系統の二股川駅南口、牧ヶ原大池、左近山3、第5.6便、朝日六6系統の二股川駅南口、左近ン3団地、市沢町から、東戸塚駅、西口便を主体としている。もともと左近ン3団地へは、二股川駅から朝、朝日一、1、日二2の両系統がアクセスしており、朝日六6系統は、 環状2号線の開通に伴い、2001年4月に、東戸塚駅西口市沢小学校として、開業した系統である。だが、朝日6系統は開業後間もなく、2001年12月より、既存の朝日1系統のコースと結び本数を増やし、現在の一体的な運行形態となった。朝日1系統は、二俣川駅南口から、 牧ヶ原大池を経由して、佐根山団地、鶴ヶ峰駅に至る路線。佐根山、第6折り返しが多いが、一つ手前の佐根山、第5発着も存在する。また、平日日中は、朝引区役所アクセス路線として、おおむね毎時一本がさらに、市沢町、くぬぎ台団地入り口、鶴ヶ峰駅南口を経由して、鶴ヶ峰駅、バスターミナルまで運行している。 なお、市沢町鶴ヶ峰駅、バスターミナルは浜16系統と、くぬぎ大団地入り口鶴ヶ峰駅南口は、横浜市営、バス75系統とそれぞれ並行して運行している。朝日2系統は、平日朝夜と土曜の深夜バスのみ運行。二股川駅北口を発着とし、ほどがやバイパスを走行して、左近山団地へ直行する路線。朝日系統と異なり、 牧ヶ原や南本宿交差点は経由しない。朝日6系統は前述の成り立ちから、東戸塚駅西口を起点と見た方がわかりやすい。東戸塚駅西口から市沢町、左近三段地を経由して、二股川駅南口へ至る路線。東戸塚駅西口から横浜ゴルフ城下までは浜17系統と同じルートで、 そこから環状2号線を走行し、環に市沢下町交差点から市沢町へ向かい、市沢町から二股川駅南口の間は朝日市系統と同じルートである。地図で見るとよくわかるが、市沢町を経由するために新桜が丘保育園、左近さん、第6は、北方に大きく迂回する形となっている。このため、 平日朝は浜19系統の経路を一部用いて、二股川駅南口、佐根山、第一発の便はすべて市沢町被経由とし、その保管として市沢小学校発着便を運行して、定時制を確保している。またこの経路を用いて、市沢町被経由の佐根山、第五東戸塚駅西口の便が運行される。その他に、 区間便として、東戸塚駅西口発、市沢町経由左近山、第一止まりの便がある。東戸塚駅西口市沢小学校の便は、平日のみ運行。朝ラッシュ時が大半を占めるが、平日日中にも一本運行している。なお左近山、第四、左近山、第五県の交差点を南下すると、朝日四。 浜45系統の尾立て橋折り返し場が四湖の距離にあり、左近山、第五発着の多くの便は改装で行き来している。朝日4、朝日5系統朝日4系統は、二股川駅と保土ヶ谷駅と南本宿、今井、宝泉地域を経由して結ぶ、系統群である。途中の微立橋は、かつて、保土ヶ谷営業所があった場所で現在でも折り返し場があり、 運行上の欠節点となっている。一部の便は、保土ヶ谷駅から先、横浜駅西口や桜木町駅まで足を伸ばすが、二股川駅北口桜木町駅、横浜駅西口の通し、運行便は設定されておらず、再延で、桜木町駅、横浜駅西口からの便は、ビリ橋まで、二俣川駅北口からの便は、保土ヶ谷駅東口及び、 ほどがや駅西口までの運行である。様々な運行形態があるが、運行本数の面から見ると微立強ほどがや駅東口が主体となり、深夜バスもこの区間に設定されている。朝日4系統の二股川駅北口発着便は、日中時間帯は、テラス下経由だが、朝夕は、ほどがやバイパスを経由して、相鉄線の踏切を避けて運行する。 一時間に二本程度運行される、二股川駅北口ほどがや駅東口間を主軸とし、日中を中心に、桜木町駅日立橋便と横浜駅西口日、立橋便が、それぞれ一時間に一本程度運行される。この他に、美立京ほどがや駅東口便が適宜入る。2016年2月8日より、桜木町駅発着の平日日中便が、 南区総合庁舎前を呼び、次第、センター病院前経由に変更。保船町、白隊長の確定留所も新設された。また車両へのバックアイカメラの設置が進んだことと、ダイヤの見直しにより、日中時間帯の照らした経由便で、高知、佐根さん入り口の境愛区間でのすれ違いがないように、した結果、 二股川駅北口、美律橋での誘導員乗務が廃された。横浜駅西口発着系統は、往路と袋で、楠木の町横浜駅西口間の経由地が異なり、横浜駅、西口行きは、鶴屋町三丁目を、美律橋行きは、北幸二丁目を経由する。2017年の横浜駅、西口バスターミナル再編に伴い、横浜駅西口の乗り場が、 第2バス乗り場から第3バス乗り場に変更された。2021年4月5日のダイヤ改正で、朝日後系統を新設。平日日中のみ日本運行で、美立京保土ヶ谷町は、朝日4系統と同一経路、その先は、岩崎町、保土ヶ谷区役所前を経て、星川駅へ至る。同日をもって、それまでの朝日後系統は廃止された。また、 このダイヤ改正で朝日4系統の横浜駅、西口直通便が大幅に削減された。朝日5系統は1991年12月22日までは、星川町、大門通り、幸福寺を経て、ほどがや駅東口経由の横浜駅、西口発着便と同様に、鶴屋町三丁目経由で横浜駅西口とを結んでいた。その後は、 現便の上で、二股川駅発着便のみとなり、大門通から反対方向に曲がって、保土ヶ谷駅西口へ至る形態となっていた。2021年4月5日の再編により、朝日後系統はさらに路線が短縮されて、現在の形態となった。かつては、今井、宝泉地区からの保土ヶ谷区役所へのアクセス路線の意味合いもあったが、浜45系統開業後は、 その意味合いも薄れていた。2021年の朝日5系統再編のお知らせでは、ほどがや駅西口へは、浜45系統をご利用くださいと案内されている。朝日9、朝日10、朝日11、朝日12、朝日13、朝日14、朝日15系統鶴ヶ峰駅から、横浜動物園、光が、丘団地、中山駅、朝日大方面と、 中山駅から光が丘団地、横浜動物園方面の路線で構成される。横浜動物園を発着する系統は、横浜動物園、ズーラシアの多客時やナイトズーラシアによる閉園時間延長日などには、臨時便を増発して運行する場合がある。いずれの系統も220円均一運賃である。鶴ヶ峰駅中山駅間は、経営値が異なるが、 神奈川中央交通横52系統、中53系統と競合している。朝日9系統は、津岡津島で途中無停車の後、横浜朝日両高校前を経由して、横浜動物園に至る。神奈川中央交通5系統の鶴ヶ峰駅、横浜動物園便と同じルートで、国道16号線を走行。横浜動物園。 ツーラシアの開園時間前の運行であり、横浜朝日両高校への通学輸送が主な役割である。朝日10系統は、鶴ヶ峰駅から白根小学校前を経由して、横浜動物園に至る系統。動物園開園までは、朝日24系統とともに、大池発着であった。こちらが、相鉄バスの鶴ヶ峰駅から、 横浜動物園ズーラシアへのアクセスのメイン系統であり、開園時間帯を中心に運行する。一部に横浜駅西口発着便の運行があり、楠木町から鶴ヶ根駅まで神奈川中央交通横4.5、横52系統と同じルートを走行する。所要時間は長くなるが、横浜駅西口と横浜動物園の間を乗り換えなしで利用できる。 唯一の路線バスとなる。2015年4月1日より、横浜駅発着便の一部が、朝日12系統の経路である白根小学校前から、朝日台を往復して経由するようになった。2021年4月5日のダイヤ改定で、横浜駅発着便は、日中の朝日台経由を除いて廃された。朝日11系統は、鶴ヶ峰駅から、 市営集会場前を経由して、中山駅に至る路線と、途中の高段集会場で分岐して、西光が丘で折り返す路線がある。鶴ヶ峰駅、高段集会場間は、公述の朝日15と合わせ平日日中で毎時4本、と休日は毎時6本と頻発し、高段集会場発の平日朝7時台は17本、運行されている。 西光が丘発着便の割合が高く、中山駅発着便は、毎時平均1から2本程度で、60分程度間隔が開く、時間帯がある。ただし、鶴ヶ峰駅中山駅間を通し、利用の場合、神奈川中央交通横52、中53系統より運賃が安く、所要時間も短いことが多い。朝日12系統は、朝日10。 朝日11系統の支線という位置づけにある路線で、白根小学校前から朝日台に向かう。一部中型車での運行。日中は、毎時2本、平日朝夕は3本程度の運行。朝日13系統は、中山駅から、光が、岡団地と横浜動物園ズーラシアへの輸送を担う。 朝日11系統中山駅発着便の運行間隔が大きく開く、時間帯に朝日13系統を運行することによって、中山駅側の運行本数を確保しており、光が、岡団地中山駅は後述の朝日37と、合わせ日中毎時2から4本程度が確保される。朝日14系統は、横浜市営、バス136系統と同一経路。 通常は朝のみの運行であるが、光が丘団地を経由せずに最短ルートで横浜動物園に到着できるため、朝以外の時間帯に臨時便を運行する場合もある。朝日15系統は2015年4月1日新設。西光が丘から先は横浜市営バス240系統とともに、 路線バス空白域だった緑曇りの大地区を経由して中山駅まで運行する。朝日11系統の延長に当たる位置づけともいえ、中山駅公団集会場をショートカットする形になるため、同区間の所要時間は朝日11系統よりこちらの方が短くなる。日中のみの運行で2時間に1本程度。道路環境の都合で中型車での運行。 朝日19、朝日26、朝日80、朝日87、朝日88、朝日89、朝日99系統も、ともとは、希望が丘駅、二股川駅南口から、南希望が丘、全部、幸が、丘地区への輸送を、主とする路線と二股川駅南口から、牧ヶ原地区を循環する路線である。その他に平日と土曜のみ、 二股川駅南口からと希望が丘駅から、緑園都市駅へ発着する便が、各一本存在する。2016年7月4日より、早戸中学、高校に、バス停と展開場が整備されたことと、サチが、オカリック橋付近の渋滞回避等を目的として、系統の新設と時間帯に応じて、経由地が異なる系統が走る形態に変更された。 さらに2019年3月11日より、運行形態が見直され、系統の新設、廃止が行われた。運行形態をまとめると次の通りになる。二股川駅希望が丘駅の投資の系統は、すべて南牧ヶ原駅経由となり、朝日19牧ヶ原循環の機能も持つとともに、幸が、丘方面は、運行がなくなる。二股川駅発は朝日99。 希望が丘駅発は朝日89で運行され、早と中学、高校へは希望が丘駅発の便が朝日80、朝日87、朝日89で経由するが、二股川駅発の便は経由しない。この時間帯は朝日26と朝日88が交互に運行される。朝日26は牧ヶ原住宅地内で、 朝日19牧ヶ原循環と同様に、往路、袋ともに、住宅地内を時計回りにぐるっと循環してから先へ進むのが特徴で、このため同一便が同じ停留場を2度通過する。この時間帯も、幸ヶ丘経由、南牧ヶ原駅経由が交互に運行されるが、南牧ヶ原駅経由は、牧ヶ原住宅地内を循環しない朝日89となる。 なお、朝日19牧ヶ原巡環は14から17時台に運行され、緑園都市駅発着便は、二股川発は、この時間帯に、緑園都市発は朝方と夕方に運行される。朝日20、朝日21、朝日22、朝日23、朝日24系統、朝日20系統は、二股川駅北口と朝日高校入り口の間を、 ほどがやバイパス経由で途中無停車で運行する路線で、出入庫路線という位置づけである。2017年3月13日より、朝日36朝日20系統に、系統番号が変更された朝日21系統は、中沢地区にある、ニュータウンを経由して、朝日高校入り口に向かう路線。運行本数、乗客ともに多い路線で、朝日高校入り口行きの大半は、 ニュータウン第一を経由するが、朝日23系統の運行時間終了後の、二股川駅北口発の便は朝日22として、運転免許センターを経由する。朝日24系統は2021年4月5日より、新設された系統を。平日20時台に、二股川駅北口発のみの設定で、朝日22と同様に運転免許センターを経由した後、後 朝日32系統と同様に神奈川谷から三津坂井駅へ向かう。朝日23系統は神奈川県警察運転免許センターや神奈川県立がセンターへのアクセス路線で運転免許センターでの試験開始時間に合わせて運行本数を多く設定しているのが特徴である。比較的短距離の一方循環路線で19時台までの運行であるが 運転免許センターへの来場者を中心に乗客が多い。朝日32、朝日33、朝日34、朝日37系統、朝日32系統は2017年3月13日に新設された路線で朝日21系統と朝日34系統を掛け合わせたような経路をとる。1時間に1本の運転で朝から夜19時台までの運行を。 三坂駅からの横浜動物園ズーラシアへの来園アクセスを担うが、鶴ヶ峰駅、中山駅便と異なり北門までの延長運転は行われない。朝日32から34系統を合わせて1時間に3本程度運行される。朝日32、朝日34系統が走行する、笹野台住宅地内は一部で一方通行規制があるため、往路。 袋で経路が異なる。朝日32の新設と同時に、2017年3月13日に、系統番号の変更が行われ、朝日24朝日34系統、朝日25朝日33系統となった。朝日33、34系統は、三坂駅から朝日高校入り口を経由して、横浜動物園に至る路線で、 案内状は朝日34系統が、岸本経由、朝日33系統が、中丸経由とされている。もともとは、岸本経由のみで、朝日10系統終点の大池までの運行であったが、三坂駅朝日営業所での改装経路を営業化することで、1988年9月1日より、中丸経由が設定された。 そして1999年4月24日から周辺系統と共に横浜動物園発着となった。朝日37系統は2021年4月5日に新設された路線で朝日34系統と朝日13系統を掛け合わせたような経路をとる。平日日中に一往復のみ。朝日27、朝日28。 朝日29系統三津坂駅から中原街道を南西に向けて運行する系統群である。朝日27系統は南瀬谷小学校に向かう短距離路線であるが、これらの中では最も多く運行されており、朝夕は毎時5から9本、日中時間帯でも毎時3本が確保されている。朝日28、朝日29系統は南大出張所から さらに南下して、ニュータウン南瀬谷に向かい、朝日28系統は、ニュータウン南瀬谷で折り返す往復運行。朝日29系統は、境橋を経由して、三坂駅に戻る循環運行の形態を取る。こちらは両系統合わせて1時間に1本程度となり、そのためどちらかしか運行しない。停留所は2時間程度間隔が開く、時間帯がある。 朝日75系統2021年10月1日、横浜市営バスから異常。市交通局路線計画課によると、改装で現地まで走らせ、短い距離を往復していたといい、新型コロナの影響を受けた、市内のバス事業全体の効率化を図る上で、移管することになった。116系統116系統は、三坂駅から、優し町入り口。 吉ッ山を経由して、若葉台中央に至る、頻繁運行路線で、神奈川中央交通中山営業所と共同運行。1時間あたりの運行本数は、神奈中運行便と合わせて6から9本程度。本数の多い若葉台近隣公園前経由と、本数の少ない地区公園前経由が設定されている。2007年11月30日までは、 横浜市営バスとも運行していた。その名残で、総鉄バスとしては唯一、横浜市営バスと同じ数字のみの系統番号が使用されている。総鉄バス担当便は、全体の約3割で、特に地区公園前、軽由便の運行は1日数本のみとなっている。若葉台中央では、神奈川中央交通や横浜市営、バス、東急バスによる10 市場駅、青葉台駅方面行きのバスに乗り継ぎができる。総鉄バスナビでは、神奈川中央交通の便は対象外となっている。総鉄バスでストライキが発生した場合、神奈川中央交通便のみの運行となるので、本数が減少する。両一系統両一系統は、大和駅とニュータウン南瀬谷を結ぶ路線。ニュータウン南瀬谷を発着するバスとしては、 三坂駅発着の朝日28.29よりも本数が多く、日中は30分間隔で運行している。総鉄バスで横浜市西役と大和市をまたぐ路線は朝日29系統と両1系統、深夜急行バスのみである。両11、両12、あや22、あや23系統海老名駅から海老名市の南東部を結ぶ路線。 両11、両12は、国分時代経由と案内され、国分時代第12まで、同じルートで運行し、ここまでは1時間あたり5本程度運行されている。国分時代第12より先は、吉岡芝原へ向かう、両11、綾瀬市役所へ向かう、両12、そして国分時代第12泊まりの3つの経路があり、3種類とも、 時間帯を問わずほぼ均等に設定されている。吉岡芝原バス停は、神奈川中央交通の綾瀬車庫バス停と同一の折り返し場にあり、乗り継ぎが可能である。綾22、綾23は、下浜田経由と案内される。海老名中学校、大谷小学校、下浜田を経由し、国分時代第8で、両11、両12系統と合流する。 ア二22系統は、国分時代第10まで両系統と同じルートを、たどった後、分岐して、浜京レックスへ向かう。ア二23系統は、国分時代第8ですぐに分岐し、杉久保住宅を経て、農大前に至る。ア二22系統は、平日朝に運行が集中し、日中は1時間に1本程度で、土休日は、運行本数が減少する。 あや23系統は、日中は20分間隔で運行される。2016年3月14日より、あや22、あや23を新設。同時に、従来の両13、両21は廃止された。両31系統、両31は、厚木ナイロンを経て、海老名市南部の杉久保を経て、農大前に至る。鉄道から離れた地域を走行していることもあり、 日中は20分間隔の運行となっている。行き先の農大とは、神奈川県立神奈川農業アカデミーを意味しており、海老名市の隣、厚木市に所在する東京農業大学とは関係ない。また、杉久保バス停の手前で、一旦神奈中バス町16系統の経路に合流するが、神奈中にも所在する杉久保バス停と別の箇所に、 総鉄バスの杉久保バス停がある。綾や41、綾四43系統海老名駅から、おぞの方面に向かう路線で、綾四41系統は、綾瀬車庫城山公園を経て、綾瀬市役所に向かう。途中の東名綾瀬バス停で、東名高速バスへの乗り継ぎが可能。綾瀬市内は、鉄道駅がないため、市外の鉄道駅へのアクセスには、バス路線が必要不可欠であり、 道路線も20分間隔で運行され、朝夕はさらに本数が増える。1日数本あやせ車庫発着の便もある。あや43系統はあや41系統の経路違いで、早川を経由して、あやせ市役所に向かう。平日、土曜は終日運行するが、休日は運休する路線。両51、あや52、あや53系統駅から富士塚まで。 同一ルートを走行し、両51系統は、綾瀬市役所、両52系統は、相模大塚駅南口、両53系統は、綾瀬車庫に向かう。これらの系統を合わせて1時間に4から6本、程度運行される。両51系統は、市民スポーツセンターまでは、同一ルートで運転するが、2016年9月5日に、新設された観音橋経由と、 2016年9月4日までと同一ルートの保健医療センターに分かれる。2016年9月5日以降は、綾瀬市役所行きの朝、海老名駅駅行きの夜の数本以外は、観音橋経由に変更された。2017年12月16日付で、保健医療センター停留所が綾瀬ダウンヒルズ前に解消された。日中は平日、土曜20分間隔。 休日は30分間隔で運行。両52系統は、県道4十号を通信し、米軍厚木基地前を通り相模大塚駅へ向かう。日中はおおむね平日、土曜40分間隔、休日は毎時2本の運行。両53系統は出入港を兼ねており、時間帯により運行本数が異なる。また平日夕方に限り、 日立相模発の海老名駅行きがあり、日立製作所相模事業所構内に、日立相模停留所が設置され、構内関係者のみ利用可能である。あや61、あや62系統あや61系統は、海老名駅と工場の多い地域である。早川中央地区を結び、海老名駅あやせ中玄関は、途中無停車となる平日のみ、運行の急行路線。 一般客が利用できるのは、早川中央第2までである。早川中央第3は、東総株式会社構内に、専用の停留所が設けられており、関係者のみ利用可能である。平日は、昼間でも1時間おきに運行される一方、と休日は運休する。2013年3月27日の改定で、新設された。 早62系統は、海老名駅早川中央第3区間の確定として、2014年1月20日始発より運行開始した。2016年3月14日の改定で、土休日にも運行が開始され、平日とは異なるルートで県道42号線を経由し、早川中央第2第1の順に転車している。2017年1月30日以降は、 平日ダイヤも県道42号線経由で、早川中央、第2第1第3の順に転車していた。これは、経路上の通行止めによるもので、道路工事の完成に伴い、2018年10月1日より、早川中央第1第2第3の順に、改められた。両十二系統両十二系統は、山戸駅、相模大塚駅南口から厚木飛行場のすぐ、 近くを通って、綾瀬車庫に至る路線。もともとは、現在の両71と同じ相模屋駅入口を通る経路だったが、立川地区の道路整備に伴い、綾瀬市からの要望を受けて、まず2000年5月29日から両52系統と、共に、綾瀬車庫発着便が、立川経由となった。残る、飛行場正門折り返しも、2010年10月1日より、 縦川経由に経路変更された。山戸駅発着便は1日数本のみで、両一系統の出入庫として設定されているが、山戸駅から相模大塚駅南口までは途中、停留所がないために停留所間の距離も長い。両73系統海老名市、コミュニティバス、本郷ルート及び寒川町コミュニティバス北ルートの代替として、 2014年10月1日から実証運行が開始された路線である。神奈川中央交通平塚営業所との共同運行であるが、共通定期券の取り扱いはない。総鉄バス運行便は、海老名市、コミュニティバスで使用されていた、日野、ポンチョ、カンナ中運行便は、寒川町コミュニティバスで使用されていた、三菱不走 エアロミディ ME をそれぞれ使用する。両車を合わせて平日10往復と休日6往復の運行。運行期間は当初は2015年3月31日までの予定であったが、その後2016年3月31日まで延長された。さらに2016年3月に当分の間運行されることが発表され。 同時に、海老名市、寒川町の協力のもと、運行車両を一般路線バスと同一のカラーリングへと変更している。2017年4月1日から本格運行を開始、運賃支払い方法を申告式前払いから整理券式後払いに変更。総鉄バス担当が両73系統、環那中バス西担当が海73系統と、 系統番号が付番された。両75系統両75系統は、相模大塚駅北口、相模屋駅から、健康車東原団地前を経由して、小田急江ノ島線の南林間駅を結ぶ路線。相模大塚駅南口発着路線を除いて、他の総鉄バスの一般路線とは孤立している。1時間に2本程度の運行で、大多数は、 相模屋駅南臨海駅間の区間便であるほか、平日と土曜朝には、健康者東原団地前始発の相模屋駅機が設定されている。海老名市、コミュニティバス、綾瀬市、コミュニティバスともに、綾瀬営業所が運行を担当。社員輸送用路線の例横浜駅西口、上西側、西谷駅白根町二股川駅北口。 希望が丘三津坂井駅南大交番前引く、バザール前から、大和駅相模大塚駅相模屋駅入口、富士塚も海老名駅、羽田空港線、イルミリオン線夜行高速バス、都市間高速バスからは撤退し、中距離高速バスとして、空港連絡バスと観光地への路線を運行している。路線バス、横浜営業所、朝日営業所、綾瀬営業所、 路線バス西横浜営業所西横浜営業所、設立前の横浜営業所、三沢営業所の所管系統を含む、朝日営業所朝日営業所設立前の保土ヶ谷営業所、二股川営業所の所管系統を含む、朝日営業所の系統番号は、当初は系統ごとに、系統番号を振る方式であった。ところが、二股川駅、 微律京ほどがや駅を経由する系統のように、多種類だが種類あたりの本数は、少ない路線では、本数の割に、系統番号の種類ばかりが膨らんでしまい、というありさまになってしまった。このため1994年5月、横浜市営バスと同じ系統群での不番方法に、切り替え、既存の系統番号は整理、統合されて欠番が発生した経緯がある。なお、 浜零零、両零零はその後の導入である。綾瀬営業所綾瀬営業所管内は、企業の工場などの施設内へ向かう系統が多く、統計資料等で載っている系統でも、実態は関係者専用の系統が少なくなかった。高速バス都市間高速バスについては全線、撤退した。相鉄の撤退後、大阪線、徳山線、 高松線の3路線は共同運行会社が東京便を横浜経由として存続。金沢線、田沢湖線の2路線は同じ神奈川県の江ノ電バスに路線を譲渡した。新潟線のみ相鉄の撤退と共に廃止された。車体の塗装は当初は路線ごとに専用デザインが用意されたが、後にどの路線でも車両を運用できるよう塗装が統一された。 高速車の塗装はいずれも白地にネイビーブルーを基調としたデザインとなっていた。三菱不走トラックバス、いすず自動車、日産ディーゼル製を中心に導入され、日野自動車製は少数に止まる。営業所によってメーカー別の割合に差があり、あやせ営業所は、いすずと UD トラックス、横浜営業所は三菱、朝日営業所は、いすずと三菱が多く、 高速バスは三菱製が多い。2020年現在、相鉄バスが所有する日の自動車製の車両は、2005年式、ブルーリボン2ワンステップ車2台とエビナシ、コミュニティバス用のポンチョ、2018年から導入が進むブルーリボンハイブリッド、および特定輸送用のメルファである。車体仮想は、三菱車は三菱不走バス製造の純正車体で、 導入している。イスズ社は長年富士重工行政車体を採用し、同社がバス車体仮装事業から撤退するまで採用していた。富士重工のバスボディ製造事業撤退後は、イスズバス製造の純正車体で導入している。日産ディーゼル社も富士重工行政車体を採用していたが、同社の撤退後は、西日本車体工行政車体で導入された。 同じ富士重工行政車体を仮装していても、シャバンで、シャーシーメーカーは、容易に判別できた。イスズ製ノンステップバスについては2001年の導入当初から、イスズバス製造の純正車体を採用している。一般路線バスは、基本的に全中に扉で、運賃支払い方法は、先払いが基本で、一部綾瀬地区に後払いがあるが、車両の仕様は統一されている。 このため中扉は、構造上引き戸を採用している、ノンステップバスなどを除き、1997年式から、基本的に4枚折戸を採用している。大型車の配置が多いが、共外路線向けと特定輸送用に、中型車の配置もある。イスズ製、三菱製が導入されたが、エアロミディエ向けが、生産終了となったため、イスズ製が中心となっている。 過去には、日産ディーゼル製の導入事例もある。かつては、大型短弱車を導入した時期もあり、境愛路線や、乗客の少ない路線で使用していた。また、ワンロマ車と呼ばれる、座席が二人掛けロマンスシートで中引き戸の路線、貸切り用車が、横浜営業所と綾瀬営業所を中心に、配置されていた。一般路線バスの旧塗装は、白地に、 ンジ色をアクセントにしたツートーンであった。1977年4月12日から採用された旧塗装はアイボリー地にグリーンとライトグリーンのラインを用いたスリートーンであった。この旧塗装はアイボリーホワイト地に相鉄、安全、サービスの頭文字である S を2色の緑の帯で配したものとなっている。旧塗装者も順次塗り替えられ、 1983年3月には全車塗り替わった。当初は、後面倉庫の緑帯内にも、総鉄のロゴが入っていたが、1983年度から、ロゴが省略されて単なる緑帯となり、ロゴが入っていた車両も塗り替え時に、順次ロゴが省略された形に改められた。2008年10月からは、 CI によって制定された総鉄グループカラーの現行塗装に変更された。しかしながら2020年現在、旧塗装者の新塗装への塗り替えは行われていない。旧塗装の頃から正面倉下に相模鉄道株式会社の社ンが掲げられていたが、1987年にシンボルマークが制定されると、社ンから順次交換された。 さらに相鉄グループ CI ロゴが導入されてからは、グリーンのスリートオン塗装の車両は、前面のシンボルマークが撤去され、車体両側裾部分に CI ロゴが貼られている。なお、相模鉄道と相鉄バスが共存している間、校舎に所属する車両の前扉上部には、相鉄バスと記され、バス停留所での車名表記にも、相模鉄道と相鉄バスとの違いがあった。 写真はすべて、相模鉄道、相鉄ホールディングス時代。相鉄バスに初めて導入された、ノンステップ車一般路線バスでは、1990年代末より、積極的に、ワンステップノンステップ車両を導入して低床化を図っており、10年程度で置き換えが終了した。乗降時に、空気バネのエアーを抜いて、車高を下げるニーリング機構付きの車両も多い。 当初のワンステップバスは車椅子乗降用スロープが装備されなかったが交通バリアフリー法の施行を機に標準装備となり現在ではワンステップノンステップを問わずほとんどの車両に装備されている2008年6月に施行された改正道路交通法に伴い2007年度以降に導入した一般路線バスには客席にシートベルトを備えるしかし 本法の制限を受ける自動車専用道を経由する車両は道路運送車両の保安基準第55条の特任を受けた対応を施して運行することとなったため2012年度以降に導入された車両ではシートベルトは省略されている相鉄グループカラーが採用された2009年以降は窓ガラスを UV カットガラスに変更するつり革の持ち手を 丸型から三角型に変更してつかみやすくするなどの改良が加えられている。2009年導入の車両では着色ガラス装備であるが、釣り革は従来通りの車両もある。2010年以降導入以降はいずれも全車標準装備となっている。天井イ院上ムの系統が存在した2015年度までに導入された一般路線バスの一部には、 中扉後部に天井員が率席乗務できるスペースが取られていた。末期は座席との仕切りがあるのみで通路側の仕切りや機器類は一切なかった。扉開閉時のブザーは基本的に車両の製造メーカーにかかわらずノンステップバスとワンステップバスで異なるものを採用している。他のバス事業者では車体の製造メーカーによって 装備のブザー音が使い分けられていることが多い。この他、ウィンカー点滅時に連動して、キンコンという音を鳴らすウィンカーチャイムを各車両に装備しており、停留所の着発時や右左折時、助行時などに使用している。安全運行の一環として、運転席には営業所との更新用に無線機が設置され、営業所から全車両への一斉連絡。 車両個別からの営業所への連絡にも対応している。路線バスの各車両は基本的に航路が固定されており、後面窓右上部に3桁の番号札を下げている。横浜営業所の車両を大型路線車と高速用、車両、そして中型路線車もほとんどの配置車両が三菱不走制で、大型車は三菱不走エアロスター。 中型車は三菱不走、エアロミディ MK で占められていたが、三菱不走が中型車を生産終了したことで、大体の中型車をイスズ製に求めたこともあり中型車はイスズエルガミオが主流となった。また2018年から導入が進むブルーリボンハイブリッドも台数が増えてきている。2017年に配置された新型イスズエルガミオは、 白色 LED を装備し、ラグビーワールドカップ特別仕様ナンバープレートで導入された。中型車は基本的に浜4、浜5系統と出入庫で浜7系統で使用される。2009年には大型車で総鉄グループカラーを採用した日産ディーゼル製のワンステップバスも5台導入されたが、同じく総鉄グループカラーの三菱不走車の導入に伴い、 2012年までに、綾瀬営業所に転属した。高速車は、三菱不走エアロバスが、二股川駅羽田空港線で使用されている。横浜新道を走る浜17、浜18系統には、道路運送車両の保安基準第55条の特任を受けた車両が用いられる。朝日営業所の車両総鉄バスで、在籍車両数が最も多い営業所である。 三菱不走製とイスズ自動車製が大半を占めるが、日産ディーゼル製の車両や、一台のみで、イスズエルガとの統合車種であるが、日野自動車製のブルーリボン2も在籍している。また2018年から導入が進む、ブルーリボンハイブリッドも在籍している。中型車は、一時期は貸し切り、契約輸送用車両のみであったが、2013年に、 中型ノンステップバスのイスズエルガミオが3台導入された。主に朝日15系統に用いられる。一般路線で使用する車両のほとんどが大型車であり、大型車は、ほどがやバイパスや横浜振動を営業運転や改送運転で走行することが多いため、多くが道路運送車両の保安基準第55条の特任を受けており、 道路運送車両の保安基準第55条が施行された2007年前後に導入された車両の中には全座席にシートベルトを備えている車両もある。契約輸送用として横浜市西部地域領域センター送迎用車両と戸塚カ,カントリークラブ送迎用車両、神奈川県立が、センター送迎用車両が配置されている。 綾瀬営業所の車両大型路線車は、日産ディーゼル製、イスズ自動車製が中心である。綾瀬営業所の富士重工製、ボディカ装車は、イスズ自動車製は2017年2月で全廃となり、日産ディーゼル製のみ配置されている。大型路線車のノンステップバスは26台の配置で、残りの車両は、ワンステップバスである。 イスズ・エルガには深夜急行バス用の車両も存在する。総鉄グループカラーの車両は、日産ディーゼル車で2008年から2年間導入された。あと、2012年からは、綾瀬営業所に、約5年ぶりに導入された、イスズ車も登場し、2013年からは、エルガノンステップ AT 使用車が導入されている。日車は、ブルーリボン2が1台と、エビなし。 コミュニティバス、両73用の日野、ポンチョ、そして2018年から導入が進む、ブルーリーボンハイブリッドが在籍する。三菱不走車の台数は少なめであるが、一般路線用と貸し切り輸送用の、エアロスターロマンスバス、トップドアの貸し切り使用者、綾瀬市、コミュニティバス、川瀬美用の三菱不走、エアロミディ ME が在籍している。 エビナ駅羽田空港線が横浜営業所から移管された際に三菱不走エアロエースが2台転入し道路線で使用されている。1992年以降神奈川県を含めた首都圏が使用車種規制の対象区域に指定されたことなどからおおむね12年程度で車両を更新している。そのため同社で役目を終えた旧車両は 中古車事業者等に譲渡され、その後は、地方のバス事業者や、自家用バスとして、または、ミャンマーやインドネシアなどの海外へ輸出されている。車両側面に記載される車番は、1966年からは4桁の、数字により不番される。1000の位はメーカー及び、用途の記号、100の位が、購入年の西暦か1桁、下2桁が投資番号。 となっている。1000の位の数字の意味は以下の通り。シャバンの例、8960UD トラックス製、2009年購入10番目の車両。近年はナンバープレートに希望ナンバーを導入したため、シャバンとナンバープレートの数字が一致しており、上記の例ではナンバーは、相模230、ア89から60となる。 参考文献鉄道事業と同様に映像業界ではロケーション撮影に協力的であることで知られておりバスにおいては車両の内外で撮影されている2016年時点下記の作品にて確認されている総鉄グループ全体での受注実績は総鉄グループのロケーションガイド受注実績を参照ありがとうございます